パトリース・ラッシェンはアフリカ系アメリカ人のソウル、R&B の歌手でピアニスト、セッションミュージシャンとしても知られている。2005年には米国バークリー音楽大学から名誉音楽博士号を受賞した。彼女の往年のヒット曲にはForget Me Notsがあり、この曲はウィル・スミス主演の映画メン・イン・ブラックのテーマ曲としてサンプリングされ、リバイバルヒットとなる。カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれ育つ。幼い頃より南カリフォルニア大学にて英才教育を受け、6歳でピアノを弾き始め、神童と騒がれるほどになる。高校時代にいくつものコンテストで優勝する。1974年にアルバムプレリューションにてデビュー。ジャン・リュック・ポンティやスタンリー・タレンタインのバックメンバーに参加し、後にリー・リトナーやデーブ・グルーシン等のロサンゼルス勢のメンバーと関わりを持ち、フュージョン早々期の中心メンバーの一人となる。1978年にエレクトラレコードからアルバム、妖精のささやきをリリース。以降、陽気なレディ、おしゃれ戦歌、ハート泥棒等といったヒットアルバムをリリース。1980年代末からはテレビ映画やプロデュース業にも進出し、1990年代はジャネット・ジャクソンのツアーの音楽監督を務めている。映画ではメン・イン・ブラックを担当している。スクリーンミュージックにもその名を刻んできた。オリジナルアルバムの最新作は1997年のシグネチャーであるが、セッションミュージシャンとしても頻繁に活動。リー・リトナーとのリユニオンアルバム、オーバータイムやスモーク&ミラーズに参加した。後者のアルバムには往年のヒット曲「Forget Me Nots」を収録しており、彼女自身も参加、アフロリズムにアレンジされている。また2005年や2007年にもリトナーのバックメンバーとして来日している。2014年3月のリー・リトナーとの来日公演で共演した神保明は、後にその時のエピソードを以下のように語っている。バークリー音楽大学名誉博士号授与者リスト。ありがとうございます。